皆さんこんにちは、ケンです。ちょっと眩しいんでサングラスかけさせていただきます。今日は昨日発表されたキャノンデールのラブ71のトップストーンについて触れていきたいと思います。まずラブ71って何ぞやっていう話なんですけども、ラブ71っていうのはキャノンデールの最高級グレード、そして最高品質を使った素材でできたフレームになっております。スーパーシックスエボラブ71が第1弾で発表されたんですけど、完成車で180万円、フレームセットで約80万円ぐらいとなってます。で、第2弾グラベル販売されました。それが、今回のタイトル通りラブ71トップストーンフレームセットですね。今回完成車なしでフレームセットで44万ってなってます。この流れでいくと次はマウンテンバイクが出るはずなんで、マウンテンバイク欲しい方だと、まあ、トップストーンはするっていう風になるかなとは思います。で、スーパーシックスから比べるとトップストーンは非常に安く見えると思います。約半額ぐらいでフレームが買えるんですけども、ゼロカーボンですね。これは全く一緒な素材使ってるっていうこと で、これをねホイールをガッチガチのいいやつつけてやるとめちゃくちゃ速いんじゃないかなって思います。しかもキングピンサスペンションがついてるんでね、体への負担も少ない。調べたところによると従来のトップストーンのフレームセット重量から 160g 軽量化っていう風になってるんですけど、そもそも今のトップストーンカーボンの重量ちょっと分かんないんですよね。もし分かる方いたらコメントで教えてください。グラベルロードに軽量って必要かっていう話をちょっとしたいと思います。ちょっとトップストーンから話それるんですけど、世界最軽量バイクって言われている S ワークスクラックスって試乗させていただいたことがあるんですよ。これっていうのがめちゃくちゃ速い、軽い、なんだこれはってなりましたね。こんな太いタイヤ履いてるのになんでこんなに反応性が良くて速いんですかっていうレベルでした。なのでグラベルロードでも軽くて、まあ、それこそ反応がいいフレームっていう言い方になっちゃうんですけど、っていうのは、まあ、趣味でのライドでも、まあ、レースにおいても期待にいいに決まってるんですよ。ラブ71は今のグラベルロードのパートを移し替えたいって人だったりとか、ちょっとアップグレードしたいっていう人にはその44万っていう価格のフレームセットは魅力的なのかなと思いますし、これから初めての1台買うっていう方も、まあ、見た目が好きだったらもうお金に余裕があるんだったら全然買えばいいと思います。やっぱり最高品質のもので軽いものっていうのはもうロードバイクと共通です。そこは楽しいです。無理して買う必要はないと思ってて、44万っていうお金があれば GRX のね800シリーズが付いてるようなものが30万とかで買えちゃいますし、その残りの10万とかはね、例えば何でもいいんですけど、まあ、マビックとかジップとかのホイールに変えればすごい快適にもなりますし、 3T のグラベルバイクですね、あれも実はエントリーモデルのカーボンのやつなんですね。それをまあホイール E のつけたりとかして舗装路メインのグラベルライドっていう時に使ったりとかで、トップストーンこれもレフティ3っていうモデルなんですけど、45万円で完成車セットで買いました。でそれだけでも十分楽しいんですよ。ということで個人的な感想になりますので、何卒よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。